解放運動アーカイブ法学部運動場とプールフォートヘアデビアスアートギャラリーフォートヘア大学は南アフリカ共和国の大学東ケープ州のアリスにある公立大学である1916年に大学となったが当初より主に黒人を対象とする大学であり1959年まで南アフリカのみならずサハライナンのアフリカの学生に 西洋式の学術教育を提供し、黒人アフリカのエリートを生み出した。フォートヘアの卒業生は、その後のブラックアフリカの独立運動や成立した新政府において重要な役割を果たした。1959年にフォートヘア大学はアパルトヘイト体制に包含され改組されたが、アパルトヘイト終了後は、南アフリカの公立高等教育システムの一部となった。 フォートヘア大学は、ネルソン・マンデラ、デズモンド・ツツ、ロバート・ソブクーェ、オリバー・タンボ、5番、ムベキ、ロバート・ムガベ、クリス・ハニ、セレチェ・カーマ、ケネスカ・カウンダなど、多数の著名な卒業生を輩出したことで知られている。もともと、フォートヘアは、19世紀のイギリス交差戦争における、砦として建設され、その遺構のいくつかは、現在も存在している。 1830年代、このフォート部屋の近くに、ラブデール宣教師研究所が建設された。1878年、ここの宣教師の一人であるジェームズ・スチュワートは、黒人学生の高等教育機関を設立する必要性を示唆したものの、彼の存命中に、これが実現することはなかった。この構想は1916年に実現し、アレクサンダーカーを初代校長として、 フォートヘア大学が設立された。DDT ジャベブは、ラテン語及び黒人言語で講義を行った初の黒人教員だった。キリスト教の理念に従い、学費は安く抑えられており、多額の助成金を運営のために受けていた。貧しい学生のためには、いくつかの奨学金制度も用意されていた。フォートヘア大学は、独立した大学となる前に、長年にわたって、 他の大学と連合を組んでいた。設立当初、ホートヘアは南アフリカ先住民大学として南アフリカ大学の付属校となっていた。その後、ホートヘアはローズ大学の付属校となった。この時期までは黒人はインド系やカラード、そして数人の白人と共に教育を受けていたが、アパルトヘイトの導入によって高等教育機関は、 厳密に人種によって分離されるようになり、1953年には、ホートヘアは、バンツー教育システムの一部となり、1959年には、バンツー自治法が施行され、これによって大学は人種及び部族による分離が行われ、英語ではなく、黒人言語による教育が奨励されるようになった。1970年には、ホートヘアは、黒人専用の大学となり、 政府の厳しい管理下に置かれるようになった。1919年から1959年にかけてはブラックアフリカ有数の黒人高等教育機関であり、サハライナンのアフリカの学生に西洋式の学術教育を提供し、黒人アフリカのエリートを生み出した。フォートヘアの卒業生は、その後のブラックアフリカの独立運動や成立した新政府において、 重要な役割を果たした。同校の卒業生で政府主犯となった者には、ケネスカウンダ、セレツェカーマ、ユスフルレ、ジュリアスニエレレ、ロバート・ムガベ、ジョシュアン・コモなどがいる。また、この大学は国内においてもアパルトヘイト体制に対する主要な抵抗者を生み出した。同校出身の南アフリカ黒人指導者には、アフリカ民族会議のネルソン・マンデラ、 5番、無べき、オリバー・タンボ、インカタ自由党のマンゴスツ、ブテレジ、パンアフリカニスト会議のロバート・ソブクウェ、そしてデズモンド・ツツなどがいる。1940年代にほぼ2年間打点ごと、物理学を学んだマンデラは、大学の執行部と対立して対抗したが、後に、次元の中で、私のような南アフリカの若い黒人にとって、ホートヘアは、オックスフォードとケンブリッジ、 ハーバードとイえール、それらを一つにしたような場所だったと記している。アパルトヘイト終了後、オリバー・タンボは1991年にホートヘアの学長となった。大学のメインキャンパスはタイヒューム川の近くのアリスにある。大学はキング・ウィリアムズタウンから約50キロメートル西に存在し、かつては独立ホームランドであったシスカイの領域内だった。2011年、 アリスキャンパスには約6400人の学生が学んでいた。1990年には東ケープ州の首都、微所にある2番目のキャンパスが建設され、数百人の学生が学んでいる。2004年に法人化した際に取得したイーストロンドンのキャンパスには約4300人の学生が学んでいる。大学には5つの学部があり、いずれも 博士課程まで学ぶことが可能である。1990年代の衰退期の後、デリック・スワーツが副学長に任命され、健全な基盤の上に大学を再建する任務を果たした。スワーツによって、アフ・チ・ストラテジック・プラン2000が開始され、大学の財政状況と学術水準を同時に向上することが目指された。集中と再編が行われ、学部は、 上記の五つに再編された。ありがとうございます。